小熊良優は、滋賀県滋賀郡滋賀町出身の元プロ野球選手及び打撃投手。滋賀町立和に小学校3年時に和に野球スポーツ少年団で野球を始める。卒業後に滋賀町立滋賀中学校に入学し、大津瀬田レイカーズに所属後を大見高等学校に進学する。大見高時代は2年時の第89回全国高等学校野球選手権。 大会誌が大会決勝で中日ドラゴンズでチームメイトとなる石川俊を擁する北大津に勝利し出場するも2回戦で熊城成人を擁する今治西に敗れた。周期大会では三甲山球場で行われた初戦の高戦戦で毎回15奪三振でノーヒットのオーランを達成。2回戦では乗本隆弘を擁する八田翔に勝利するも準決勝で北 大津港に敗れ選抜大会出場はならなかった。翌年3年時の第90回全国高等学校野球選手権記念大会は初戦敗退に終わった。大見港の同級生に丸山明がいる。2008年10月30日のドラフト会議で中日ドラゴンズから6位で指名された。指名後の11月7日に以前から不安を抱えていた右肘を手術し、 11月28日に契約金2500万円、年俸540万円で仮契約した。プロ3年目の2011年5月6日に1、軍初登板。5月20日の埼玉西武ライオンズ戦でプロ初勝利を挙げるも、防御率は16.00と制裁を欠く。2012年はウエスタンリーグ最多の16セーブを挙げたが、1軍での登板は1試合に止まった。 2013年は初の開幕1軍入りを果たす。しかし、右肩痛のためわずか7試合で2軍落ちとなってしまう。8月に1軍復帰した後は安定した投球を続け、自己最多の28試合に登板、防御率も2桁だった過去2年に比べて大幅に改善した。同年10月3日に行われた前田智則引退試合では、前田の最後の対戦相手となり、 ピッチャー頃に打ち取っている。2014年は5月に一軍昇格したものの、5月6日の阪神タイガー,アース戦で延長12回表に、梅野隆太郎に勝ち越しに乱を浴びるなど打ち込まれて敗戦投手になり、翌日に軍打ちとなった。この年はわずか2試合の登板に止まった。2015年5月2日の横浜 DNA ベイスターズ戦でプロ初先発。 高等士価値投手の条件を満たしたまま降板したが、9回に、抑えで、同学年の福谷孝二が逆転を許し、先発での初勝利はお預けになったものの、同年8月26日に、同じく DNA 戦で8回途中3失点で、先発初勝利を挙げ、初のヒーローインタビューを受けた。2016年は、春季キャンプから2軍スタートだったものの4月6日の、 DNA 戦に先発し、一飛安打一押し五5奪三振無失点の高騰で、わずか93球でプロ初完封を挙げた。100球未満での完封勝利は、球団では2011年8月17日のチェーンウェイン以来5年ぶりであった。その後、ローテーション入りするも5月5日に、原口文人の放った打球が右腕を直撃し、負傷退場した。 2017年は4試合に、当番0勝3敗、防御率9.53だった。2018年は、開幕鬼軍で迎えるも、7月29日の巨人戦で先発し5回に失点でシーズン初勝利を上げた。その後は先発ローテーションに定着し8試合に、当番3勝4敗で、防御率は6.23だった。二千十九年は一月八日に、 前年10月に婚姻届を提出していたことを発表。キャンプは一軍スタートだったものの、前年先発ローテ入りしたにもかかわらず、先発投手を剥奪されて3月に二軍降格となった。敗戦処理要員で開幕一軍メンバーに滑り込んだが、2度のサヨナラ負けを喫するなどの乱調で4月11日に登録抹消された。 二軍降格後も先発復帰できずそのまま一軍復帰することなくシーズンを終え、11月12日には150万円減の推定1050万円でサインした。2020年は一軍での当番がなく、11月3日に球団より戦力外通告を受けた。2021年1月8日に、 現役を引退して中日と打撃投手権記録ビデオ担当の球団スタッフとして契約したことが発表された。2021年の春季キャンプからは2軍の打撃投手権記録ビデオ担当として活動している。平均球速約時速 142km、最速時速 150km のストレートとスライダーが武器。ありがとうございます。